ティクダンのラジオ名募集中、レイディオレイディオレイディオ9月、はい、ということで、今月もやってまいりました。ティクダンのラジオ名募集中、レイディオということで、今月もゆるゆるっとダラダラっとお話ししていこうかなと思います。はい、ということで、あーくしゃみでそう、あ、出ないです。あー、くしゃいです。くしゃい。臭くないです。はじめのコーナーね、やっていきたいと思います。9月、あんなこと、こんなこと、あったでしょう、のコーナー。はい、ということで、皆様9月はどのようにお過ごしですか？なんか9月別になんか特になんもなかったんよね。別になんかなんもなかったな。なんか祝日2回あったんですけれども、一つはね、風邪でダウンしてました。いやー、なんか最近よく風邪ひいたりするよね。2回目も鼻ぐじゅぐじゅで結構やられてました。で、また、月末もまたね、鼻ぐじゅぐじゅでやられております。なんかさ、の花粉ってさ、やばくない？私、秋の方がさ、花粉症はひどい感じでして、秋の方がひどいんですよ。なんかさ、あんま何アレルギーかとかっていうのを分かってないんで、なんかいつかね、いつかそのアレルギー検査っていうのをしてみたいなっていう風に思ったりとかしております。なんかめっちゃ項目あるやつ、ほんまに、そこまで調べる必要あんのぐらいなレベルまでちょっと調べてみたいんですよね。なんか、よくある、卵、小麦、乳製品みたいな。まあ、そこら辺は普通にアレルギーないと思うんですよね。全然食べれてるんで。まあ、そういうのも調べつつ、なんかダニやったり、猫とかそういうのも調べつつ、あ、そんな食べ物も調べちゃうのみたいなね、お肉とか、そういうのも調べてみたい。なんかね、意外と、アレルギー多分、ある可能性ってあるんよね。なんか時々なんか、ちょっと、なんかブツブツできたりみたいなんとか、なんか全然ゼロでもないから。だからそういうのとかね、ちょっと調べてみたいなーって、いつかね、調べたいと思うんですよね。まあ、5000円ぐらい払ったら確かなんか結構調べれるんじゃなかったかなっていう、そういう感じです。全然9月の話じゃないね。ほんまに9月ってなんか大したことをして、ないんですよね。なんかこう、どっかでこう、何かしらのお祭りがあったっぽいんですけど、比較的行けそうなところで、それもまあ行かなかったし、あと何かそういうのってある？なんかバーベキューしなかったし。バーベキューね、今月はしなかったんで、まあ特に何もありませんでした。9月という感じですかね。こんな感じで終わって大丈夫？なんかもうちょっと話しといた方がいい？もっとトークテーマで、パーリ内でいっぱい話した方がいいんじゃないって思うんで、ちょっと9月はね、なんかみんなありました？ 9 月らしいこと、運動会とかそんなんもないしね。ということで、まあ、9月は、あんなこと、こんなことなかったでしょうという感じで、いきたいと思います。ということで、じゃあ、続きましてのコーナー、行きましょう。トークテーマで、パーリナーイ！ということで、こちらは雑談マンというサイトを利用しましても用意しております。こちらでね、トークテーマのルーレットガチャを引いて、そのトークテーマについてお話ししていきたいと思います。ということで、スタートを押すのじゃ。そして、ストップを押すのじゃ。あ、夏の暑さ対策はっていうのが出てきましたね。はい。ということで、もう夏もね、終わりかけなんですけれども、まだまだ暑いですよね、9月の末といえども。まあ、普通に家ではね、エアコンガンガンにね、つけております。で、まあ、外も特にね、出ないんですけど、首からタオルぶら下げて、ね。あとは帽子かぶって、やっぱね、直射日光を避けるのってね、非常に大事だと思うんで、私はね、麦わら帽子かぶったりとか、
しております。日焼けもしたくないんでね、しっかりアームカバーだったり、なんか日よけのパーカー着たりとかね、まあしております。日焼け止めも塗って、うん、でも焼けるよね。それでもね、あの油断したのが足元なんですよね。あのサンダル履いてて、普通にサンダルの焼け跡つきました。これ8月の話なんですけどね、日焼けしたのは。まだちょっと日焼け跡残っております。うん、あの首にさ巻くあの凍らすやつあるじゃないですか、ちょっと U 字型してるやつ、あれもう、まあ、つけたりするんですけど、あれもすぐ溶けちゃったり、濡れるからちょっと気持ち悪くなったりするよね。でもないよりは多分いいんですよね。まあそんな感じですよね、あの道具も。首から下げるあの扇風機あるじゃないですか。あれってなんか熱風を自分の方に来るようにしちゃうから、本当はなんかあんま推奨じゃないらしいですね、めちゃくちゃ暑い日って。うん。でもなんか、その扇風機の回る羽あるじゃないですか。あれの真ん中のところに金属がついてて、電源入れたらそれがひんやりするから、ほっぺとかにピタってくっつけたら、ヒヤーっとする、そういう扇風機を、あの、自分は持ってないんですけど、借りたりして、あれめっちゃ気持ちよかった。ほんまにキーンって冷たくすぐなって、あれがあるかないかって結構大違いっていうレベルぐらい、まあ、すごいキーンってなる感じでした。おすすめです。どれぐらいの値段するかは知りません。ということでね、9月の話少なかったね、もう一個だけね、ちょっと雑談のトークテーマ入れたいと思います。せーの、ピッ。あれ、もう一回、ピッ。よし。あなたのテンションがぶち上がることは、なんやろうね、テンションぶち上がること。そうね、動画の視聴数が伸びたり、ちょっとバズったり、チャンネル登録者数が増えたりすることだと思います。はい、ということでね、やっぱそのためにはYouTube のおすすめに乗らなきゃいけないんですよね。おすすめに乗らなきゃいけないんですよ。で、おすすめに乗るためには、やはり普段見てくださってる皆様がたっぷり動画をね、見てくださることがやっぱ命となりまして、うん。ただ見るだけで多分すごくいいんですよね。その、本当に見るだけ。うん。もちろん高評価とかもね、すごく大事なんですけれども、動画を見て、ブラウザバックするのではなく最後まで見る。この一連の流れ。これすごくいいみたいなんで、まあ、よかったらね、あの動画見てください。これ倍速でもね、多分大丈夫なんで。どこまで見るかが大事なんで、2、3分見て変えちゃおうってすると、あ、この動画は2、3分で変えられちゃう動画なんだ。じゃあ YouTube くん僕は進めないでおこうかなみたいになっちゃうんでね。まあ、よかったら、最後の1分ぐらいはもう切っちゃってもいいと思うんですけど、で、ぜひ見ていただけたらね、YouTube でもね、たっぷり動画を見ていただけると嬉しいです。まあ、現在はね、ドラゴンクエスト9。流行り神2、テイルズ・オブ・ベスペリア2周目の旅、こちらをね、実況プレイしておりますのでね、楽しんでいただけますと、嬉しいです。うん、高評価、ポチポチね、必ず押していってくださると嬉しいです。はい、ということで、テンションのぶち上がる瞬間はやっぱりね、この活動がね、ぐんと、ね、伸びることですね。うん、ということで、まあね、その、いつも見てくださる、皆さんがね、いつまでも見てくださるっていうことがね、まあ、一番嬉しかったりしますけどね、こう、いなくなるの本当にね、こう、しょんぼりしちゃうんで、無理しない範囲でいつまでも見てください。ということで、じゃあ、こちらのコーナーも、はい、二つトークテーマね、話していったんで、次のコーナー行きましょう。次のコーナーちょっと長くなるかもしれないんでね。はい。ということで、続きましてのコーナー行きましょう。テクターの好きなもの教えてのコーナーです。はい。何でもいいんですけど、テクターの好きなものを語るコーナー、このタイミングで、今日というこのタイミングでちょっとね、私の好きなね、阪神タイガースの選手の紹介をしたいと思います。はい。このタイミングなんですけれども、本日付けで、巨人の優勝が、読売ジャイアンツの優勝が決まりました。おめでとうございます。ということで、まあ悲しいんですけれども、
ね。いやでもここまでね、結構ね、そんな残り試合数めちゃくちゃ多いわけじゃない中で、まだね、夢があったんですよ。優勝できるかもしれない。そこまでね、競ってたってことはね、まあ、阪神がね、そこまで競ってたっていうのはすごい素晴らしいことだと思います。うん。まあ、これ、後半のね、今週の、今月の阪神タイガースのコーナーと、もう、ちょっと合算して話していきますね。ちょっと、話ごちゃごちゃになるんで。うん、とても素晴らしいことだと思います。でね、まあ、おそらくですけど、阪神、いや、ちょっとわかんないんですけどね。いや、まだ、阪神が3位にね、落ちちゃう可能性っていうのはゼロじゃないとは思うんですけど、3位に落ちたところでクライマックスシリーズっていうのに集中上できて、それで、なんとか1位になることができれば、セパの戦い、まあ、日本シリーズですね、そちらに参加することができるので、まあ、日本一になることできるので、日本一の可能性はまだ秘めていますということでね、まだまだ諦めておりません。阪神の選手、そして阪神ファン、ともどもまだまだ諦めておりません。ということでね、まだまだこの、ね、阪神の猛虎打線、冷え冷えにするわけにはいけないということで、私の、特に、もう好きな選手めっちゃ多いんですよ。今年シーズン初めて見たんですけど、まあ、去年のね、日本シリーズからハマって見出して、シーズン見たのは、まあ、今年がね、今季初めてなんですけれども、まあ、全試合、中継を見たわけじゃないんですけど、試合自体はね、どんな感じやったかとかね、チェックしたその結果、ね、まあ、好きになった選手とか知った選手、こういう選手、ああいう選手、ルールもだいぶね、詳しくなって、他球団のね、選手のことも詳しくなって、まあ、全員じゃないですけどね。阪神の選手も2軍の選手知らない選手ちょくちょくいたりします。まあ、1軍に上がってきてる選手、その入れ替わり立ち替わりで上がってきたりしてる選手はもうね、全員、もちろん、覚えてるはずです。うん。まあ、その中で、まあ、特に好きな選手2名をね、のお話ししていきましょう。はい。まあ、二名誰やねんっていうね。一名はね、ツイッターとかでもね、ずっと、なんやかんや言ってるね。森下翔太。まあ、一番好きな、私のね、一番好きな選手なんですけど。いや、まだ、プロ2年目なんですよ。すごいよね。活躍の幅がもう、すごい。まあ、去年からね、日本シリーズ、多分全試合、スタメンで、出てて、全員、イニング集中上フルイニング出場してたんじゃないかな、日本シリーズは。うん。でね、すごい活躍もしてましたし、すごかったんですよ。そのね、チャンスにも、ピンチにもね、強かったり、ま、結構ね、守備でポロリしちゃったりとかね、あったりとかしたんですけれども。でね、今回もね、2軍に落ちて調整しに入ったりっていう不調な時もあったんですけれども、ね、打点も結構、ね、今回打点王にはなれなさそうなんですけどね、今3位で。そっから変わったかわかんないんですけどね、今日の試合を終えて。なんですけれども、いやー、すごい選手です。まだね、2年目で、まだまだ若い選手なんで、今24になったところで、これからも期待ができるのでね。打点を目指しつつ、ホームラン王も目指しつつね、まだまだ応援していきたいところです。ちなみにね、なんか結構、ちょっと、なんか、天然入ってるような性格、そこもね、面白くてね。いいですよね。ずっと阪神にいてほしいです。もともとね、阪神タイガースのファンではなく、まあ、神奈川のね、人間みたいなんでね、ちょっと、だからね、阪神には興味なかったはずなんですけど、いつまでも阪神にいてほしい選手ではありますよね。どこにも行かないでほしいです。そして、もう一人、好きな選手、あんまりね、ツイッターで名前とか出したことないとは思うんですけれども、才木投手です。はい、才木投手、すごい好きです。投手ということなんで、ピッチャーですね。まあ、今年、多分、阪神のピッチャーの中でね、一番、なんかすごい、
先発ピッチャーの中では一番、すごい。なんて言えばいいの？エース級？うん。まあ、高橋遥人投手がね、ちょっと帰ってきまして、手術と、その調整から帰ってきて、結構猛威を振るってたりとかするんで、まあ、ね、二人でこう、切磋琢磨し合うっていうのもね、いいと思うんですけど、才木投手ね、才木まだまだ若いんでね。まだ25歳。ね、まだまだ、まだまだ、ね、活躍できる感じで。でね、面白いんですよ。これね、ヒーローインタビューの時にね、めちゃくちゃ面白いんですよ。いろいろ。結構、面白いヒーローインタビューがね、いっぱいあったんで、うん、あの時が面白かったっていうのはね、ちょっと一個には絞れないんですけど。ヒーローインタビューで、ウェーイって言ったりする。ね、面白い。うん。で、まあ、ピッチングも素晴らしい。調子悪い時もね、まあ、結構、ボロボロ打たれる時もあるんですけど、ノーアウト満塁からね、ちゃんと抑えたりとかっていうね、ピンチをしのぐ力も持ってたり、うん。ね、すごい、いいピッチャーみたいで、なんか去年はそこまで、まあ、全然、それダメとか、そういうピッチャーじゃないんですけど、今年ほどのなんか目覚ましい活躍じゃなかったっぽいで、今年さらに爆発したみたいなんでね、まだまだちょっとね、頑張ってほしいよね、応援してる。うん。そう、で、いつかね、甲子園球場行きたいですよね、応援しに。うん。ちょっとね、いつの試合が取れるとかって難しいし、その時にね、例えば野手ね、森下とかは外野手なんで、まあ、ほぼスタメンで出てたり、その調子が良かったらね、うん、してるから、スタメンで出てる試合、見れる可能性って高いけど、ピッチャーって、先発のピッチャー、基本的にね、週1回しか出ないし、まあ、そのローテーションも、まあ、ちょこちょこ崩れたりとか、その祝日とか挟むとね、そもそも、普通月曜日休みなんですけど、月曜日にね、野球してとか、まあ、その辺でローテーションが変わったりとか、いろいろあり得るんで、うん、先発ピッチャー狙いではね、なかなかね、難しいんですけど、見れたらいいよね、見に行けたらいいよね、っていう思いで、いつかね、いつか行きたいです。とりあえず、まだ来年、ちょっとね、来年度の、まだファンクラブに入ったりとかする予定がちょっとないんで、再来年度はちょっとね、入りたいな、とか思ってたり。しててね、やっぱファンクラブ入らないとチケットも難しいかもしれないなって思って、甲子園以外はあまり行くつもりがないんで、うん。はい。で、私は甲子園行ってないんですけど、知り合いの知り合いが甲子園に、もう、他人なんですけど、私からしたら他人なんですけど、知り合いの知り合いがね、甲子園行って、で、その甲子園でしか売ってない、その期間限定の森下翔太のね、缶バッジを、買っていただき、まあ、買っていただきというか、代行で買っていただきね、もう手元にあります。すごく嬉しいです。今ね、グッズとして持ってるのが、名前の入ってる、森下翔太の名前の入ってる、バッジ、アクリルバッジ、あと、写真載ってるアクリルキーホルダー、あとユニフォーム、と、あと名前のね、入ってる、ロングマフラータオル。これを今持っております。いいですねよね。はい。ということで、はい。まあ、ほとんどなんか阪神タイガースの話でしたが、長々話していきましたが、まあ今月はこのあたりで終わりまして、多分来月の月末にはね、おそらく日本一のチーム決まってると思います。そっからどうやって私生きていこう野球終わるけど。いや、趣味のね、ゲーム実況があるんで全然、生きてはいけるんですけど、ということでね、まあ、皆さんがね、応援してくだされば、私どんどん生きていきますので、そして今年はね、誕生日、まあ、12月付近にね、なんか、ちょっと、頑張ったね、記念配信したいと思いますので、予定を空けておいてください。はい、ということで、今回はこのあたりで終了したいと思います。ご清聴、ご視聴いただき、ありがとうございました。お疲れ様でした。良いお年を。バイバーイ。